トベが契約したコンビニ。驚愕のくじ引き企画がファンを熱狂させる。このチャンネルの登録者数が増えてきたことで、企業案件が舞い込んでもおかしくない雰囲気になってきましたね。企業案件といえば、以前祭り社長が知り合いの社長さんからの案件を断ったというエピソードがありました。しかし、今回はそんな一般的な企業案件とは一味違う話題にフォーカスしてみましょう。 平野紫仕様の新たな一面、大手スポーツブランド CM で見せた衝撃の変身、写真集で話題になったちょっとおバカ、ナチビ巨乳の存在を考えると、企業も新たな視点でアプローチしている可能性があります。そこで、今回は飛べ、投尾に注目し、大手企業が投尾を狙う意外な理由について探っていきます。平野紫仕様だけでなく、他にも注目の要素が隠れているのかもしれません。 スポーツブランドが頭尾を狙っているという情報があります。最近では字がありだを止める番組に出演しており、これがスポーツブランドとのスポンサー契約の噂を呼んでいます。視聴者からのコメントやダイレクトメールも舞い込んでおり、ファンの期待が高まっているようです。スポーツメーカーが頭尾を起用することで、商品の売り上げが良い方向に向かうことが期待されます。さらに、他のメンバーにもスポンサー契約のオファーが舞い込む可能性があり、 これが大手企業がトべに注目している一因かもしれません。国内自動車メーカーもトべをターゲットにしているとの情報が入ってきました。内が企画に関わっており、トべが広告に起業されるのではないかという噂もある。特に、ホンダ市のキングプリンスの起用は、同メーカーの好調な売上が影響しているようだ。自動車メーカーはトべ氏の起用により、若い世代を中心に拡大するトべ氏のファン層を取り込むことが期待される。 これがトベに企業が注目する理由の一つのようだ。化粧品メーカーもトベを狙っているとの情報がある。高成氏がスポンサーになったということは、彼の影響力が大きいことを示している。トベの経済力にも注目が集まっており、メーカー各社はトビニを活用して自社製品の宣伝を成功させたいと考えているようだ。トベを美容品に取り入れることで、トベファン以外にも訴求できそうだ。また、 他のメンバーも利用関連の広告に出演するなど、ファン層の拡大が期待される。最後に、国内のコンビニ各社もトベをターゲットにしているという噂がある。トベを使った抽選会やグッズ販売などの企画がある場合、トベ関連グッズは即完売となります。これにより、企業はトベを通じて自社商品のプロモーションだけでなく、コンビニエンスストアでの売り上げ増加も期待できます。 コンビニの抽選企画は、トベファンだけでなく、一般の方にも人気があり、企業にとっても有効なマーケティング手法と言えるでしょう。トベの時代が到来し、大手企業が投備を狙っている理由は様々です。スポーツブランド、自動車メーカー、化粧品メーカー、コンビニなど、多岐にわたる業界が投備に注目しています。これからも新たな企業案件が続々と登場することが予想されますね。 トベを通じて広がる新たなビジネスチャンスと会員の皆様の活躍を期待しております。ファンの皆様、会社、そしてトベ自体も一緒に成長していけることを楽しみにしています。